先月30日に投開票された福智町の町長選挙では、現職の黒土浩二氏が新人の渡辺文俊氏を8票差で上回り当選しました。この開票結果をめぐり、渡辺氏は今日午前、福智町の選挙管理委員会に黒土氏の当選の効力を取り消し、自身を当選とするよう求める異議申し出書を提出しました。開票作業の際、自動読み取り機で判別されなかった疑問票のうち、渡辺氏に79票、黒土氏に160票が加算されました。渡辺氏はこれを疑問視していて、投票用紙を再度確認するよう求めています。基本的には約1対1の割合で投票はされていたと。ところが、その手選別のに関しては1対2の割合で投票されていると。あまりにもそこは不自然じゃないかと。福智町の選挙管理委員会は今後対応を協議する予定です。